行きます。せーの、オッハー。花見です。まゆです。セタです。ゆきです。ゆかです。3人合わせて、5人合わせて一層勝つです。いや、マイナス2じゃない、はい、じゃあ今回の企画は沖縄に行っちゃいました。イエーイ。で、スペゲス。スペゲスです。スペゲス。ついに5人集まりました。スペゲスって何？スペシャルゲスト。今回はスカイマークで吉田さんみたいな行っていきますので、うん、スポンサー、はい、でもうすぐ出発いたします。せーのでジャンプね。せーの。はい、コロナなのでね、しっかりやっていきますよ。行っていきますよ。お天気は曇りです。沖縄の天気予報は曇りのち雨ですが、今回はね、晴れ女がたくさんいますので多分晴れますね。はい、みんなで向かっていきますよ。あ、恥ずかしがり屋のリーちゃんが恥ずかしがり屋のリーちゃんも映していきますね。着席しました。ここ下げまだリホに似てたけど、確かにリホかもしれない。これ他どれか入れる人。この飛行機が5人だ。ありがとう。5人で仲良くね。イエーイ。行ってきます。那覇空港でございます。はい、こんにちは。はい、やってきました。なんだっけ、サザンビーチ&リゾートに来ました。イエーイ。はい、ということでレビューしていきたいと思います。はい、と、はい、2、3に分かれてます。でこっちは3人部屋でございます。じゃあ、まずめっちゃ明るく見えるよ。まず、じゃ景色からもう、はい、ご覧いただきましょう。見ていただきたいんですけど、はい、いきますよ。はい、じゃーん。あーね、めっちゃどうですか。綺麗。てか、ちょうど今いい。今めっちゃちょうどいい。今めっちゃいい時間じゃん。あ、めっちゃいい感じですよ。やばい、これ写真。あ、暑い。あ、景色どうですか。ちょっとこれ焼けそうですね。焼けそうですよね。でも本当に最高。あそこにプールがあって、あそこは、朝の10時から夜の9時まで使えます。はい、はい、でここを見ていただくと結婚式場です。素晴らしいですね。であそこになんかプライベートビーチ的なのもあって、もう最高でございます。結構ここで結婚式とかで前撮りができるっていう。で隣のお部屋にまゆさんが、カチューショーつけていきます。キツだね。あ、でベルトがなくて全裸の、あ、全裸じゃなかった。全裸じゃなかった。いいじゃん。ここ。あ、やったの？止めた。あ、いいじゃん。え、見てどこだ？あ、ヘアピンで？いいじゃん。まあ、ここにポリさんがいらっしゃいます。花見ここから撮れるよ。もう準備 OK。 オッケー。インカメ？インカメじゃないけど、はこの景色がいい感じ、ほら。あ、え、あ、すごい。見えるかな？あ、めっちゃ可愛いじゃん。これ私今撮ろう。はい、これいい感じに。これ写真撮る、ね。写る。はい。あ、めっちゃいい。わかんないもんね。はい、じゃあ中の案内お願いします。やばい、これ脇、汗。もうやばい？汗かいてきた。じゃあ中を案内していきますね。お願いします。まず、ハンガーがたくさんあります。ハンガーがたくさん。大事大事。あのスリッパも、あのこういうね、メッシュのタイプのスリッパが完備されておりました。でしたね。で、続いてこちらには、今回2泊するんですけど、2泊分のタオルとお洋服が準備されてますね。いい感じですね。はい、という感じでございます。で、あとは、まあ、これもよくある、あれですね。あの、お洋服をですね、かけるやつ。あ、やばい、この見えちゃいけないものが見えてる気がする。で、まあこれ。ベッド。ベッドのふかふか心地を確かめますね。どうですか？ちょっと一回寝てみます。せーの。はい。あ、はい。ちょっと硬い。硬かった。ちょっと硬いんですけど、でもまあ、あり。いい感じ。はい、ありです。やばい、ゆきちゃんが。はい。あ、で、戻ってきました。相方が戻ってきました。なんと今回簡易ベッドなんですけど。はい。じゃーん。じゃーん。簡易ベッドにはちょっと格下のクッションが置かれてます。格下の。で、硬さは鬼硬いでしょ。ああ。つか、めっちゃ、あれだね、シングルじゃん。あの病院のベッドみたいですね。私ここで OK ですよ。という感じでございます。